いや、また帰ってきてしまいましたね。イブの実況2週目開演させていただきたいと思います。刹那圭介です。イブ2週目と題しまして、まあこれから2週目をやっていきたいと思います。それにつきまして、いくつか注意事項を言っていきたいと思います。1つ目はこの2週目ですが、エンディングの中で一番いいエンディングを狙いにやってプレイしていきたいと思います。そのために攻略サイトを見ながらのプレイでご勘弁ください。なんでだと攻略サイトを見ながらのプレイが嫌って人はブラウザバックでお願いします。はい。でその次に、まあ攻略を見ながらなんですけど、なんだろう、何を言おうとしたっけ、なんだったっけな。あー、攻略どこでどうすれば一番いいエンディングになるよう的な説明はなしでいきたいと思います。なんでまあそういうのが知りたい人は攻略サイトを見た方がいいということだけは言っておきたいと思います。それもすいません。最後に、そう言いながらもちょっと一つネタバレ言ってしまうと、ギャリーさんのあの一番いいエンディングにするにはするための選択肢あれこれは、ギャリーさんに出会ってからいろいろ行動しなあかん的なんがあるんで、ギャリーさんがと出会うまでは何をしても問題ないんですよね。なんでまあギャリーさんと出会うまでは面白いところだけカット編集で残して、それ以外カットしてのダイジェストでいきたいと思いますんで、というわけでファイル1、まあ前回1周クリアしたとこからスタートさせていただきます。昼下がりの灰色の空の下、イブとその両親は美術館に向かっておりました。忘れ物ないわよね、イブ。そうだ、ハンカチは持ってきた？ほら、誕生日にあげたやつ。ちゃんとポケットに入れておくのよ、なくさないようにね。バカにしてんのかバカ野郎。入ってるわバカ野郎。うわー、美術館や、初めて来たわ、初めて来たわ、はぁはぁ、美術館初めて来た、わー、すげー、美術館っすか、これが美術館っすか、なんつうか美術館っすね、はぁ、あ、心配ないさー。うわー、なんかアイドル、アイドル、入ってみよう、ダイブイントストリーム。ピタッ、ダイブイントゥストリーム。ピタッ、ダイブイントゥストリーム。ピタッ、これちょっとピタッって BGM が止まるところがたまらないね。どうでもいいか、返せ返せ、あいうえお作文返せのか。カスタネットを返せのえ、えらいことにカスタネットじゃないよ。返せのせ。思いつかないので、バイバイ。僕アリ、僕絵大好き、僕の絵かっこいい、僕の絵見たいけどちょっと遠いところにある。あ、そうなんや。あー、上の方にあったな、ちょっとアリの、アリくんの絵な、あったな、な、ウエス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 。はい、一発、ほら、一発、わかっとるもんね、お前の行動パターンなんかわかっとるもんね、ざま。
え、忘れた頃に。ああ、そうかそうか。さっきのアリくんが、俺がね、アリに、アリの絵見せてあげたけん、恩返しにちょっと、アリくんにちょっとなんかくれるんや。やったー。そういうことか。そういうことだったんか。忘れた頃にって。久しぶりのバンジージャンプ失敗。この木何の木気になるけ、見ただけでもリンゴってわかりますから。どうも奥さん、イブスケです。ちょっと隣の晩ご飯で企画やってましたね。ちょっとお宅の晩ご飯ちょっと拝見させていただいてもよろしいですか。ああ、ちょっとなんで追いかけてくるんですか。なんで追いかけてするんですか。隣の晩ご飯ですよ。隣の晩ご飯。なんで家の外まで追いかけてくるんですか。もうそこまで追いかけてもね、いいでしょう。ちょっと勝手に、ちょっと、殴ってこんなでもいいでしょう。ちょっと家で勝手に入らせてもらいますよ。ですね。なんこれ、青いバラなんか食べてるんですか、この奥さん。奥さん。ちょっと、もう取材終わりましたから、奥さん、ちょっと、青い絵の女の奥さん。ギャリーさん、あそこの家の人、青いバラ食べてた。苦しくなくなったって。わぁ、ちょっと待って、ギャリーさん、私、ちょっと、イブスキです。イブスキなんですけど、ちょっと、隣の晩ご飯で突撃していたんですけどね、あそこの家の人、ちょっと青いバラ食べてましたわ。ちょっと、どういうことでしょうね、よくわかりませんけどね。じゃあ、美術館にいた人ですか、というか、イブスキです。そうでしょう、よかったって、ちょっと、イブスキなんですけど、まあ、美術館に言いたことは確かなんですけど、イブスキなんですけど。ちょっと、なんか勝手に話進められるけど、ちょっと、イブスキです。私の方も大体同じ状態。ちょっと、ギャリスキなんですか。隣の晩ご飯やってるんですか、なんだもん。ちょっと、それは初耳っすわ。そうなんですか。ちょっと待ってくださいよ。そのバラって、さっきの家で食べてて、晩ご飯として食べられてたものでしょ。それあなたのバラだったんですか。よくわかりませんよ。もう話がおかしいことになってますよ。なんか、命助けたみたいになってますけど、私、ちょっと、隣の晩ご飯で家突撃して、晩飯かっぱらってきただけですからね。胸にちょっと、言うことなんかしないどころか、逮捕されてもおかしくないようなことをしたんですけどね。まあなんか褒められましたね。まあいいですね。よかったよかった。はい、探しますよ。隣の晩ご飯で来てみてもはいいものの出れないっていうおかしいことになってますからね。不気味っすね、確かに。名前聞いてなかったもんねって。聞いてよ、何回も喋ったで。イブスキです。あなたギャリーって、ギャリスキじゃないんですか。そうなんですか。イブっていうのは出てね、略さないでください。イブスケです。子供一人じゃ危ないからね。ありがたいんですけど、一応まあイブスケです。だからイブスケって言ってるでしょ。イブで勝手に略さないでください。スケって部分重要っすよ。そうっすよ。ちょっと大人の割にはちょっとなんかだらしないですね。頼りになりませんね。こんなんで、ちょっと、この美術館の地下ですかね。探索っていうか、突撃していけるんですかね。晩飯なんかこんなんで、取材できるんですかね。はい。というわけで、まあ、こんな感じで、ギャリーさんと合流しまして、このドスコイが始まるわけですよ。ドスコイ、これは前にもやった。おお、久しぶりみたいな、このデーモンハンドね。まあネタは分かってるんで、ここら辺はサークサーク言っちゃうよ。右腕
左腕。どんなネタしよったか正直覚えてないけど、まあデーモンハンドって言ったことは覚えとるな。よし、セーブ。はい、というわけで今回はこの辺にさせていただきましょう。じゃあどんどん2周目進めていって、最後の最高のエンディングを見たいと思いますね。2周目なんで、2周目から出てくるっていう隠し、なんだったっけな、隠しなんだったっけ、隠し、まあいいや、隠しなんちゃらっていうのが出てくるみたいですね。思い出せなかった。まあいいや、とりあえずこれからも頑張っていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。 See you again.